バラエチの悲願のクラシック制覇はバラエチの色々なる戦いでこそ今スタイクローズ474キロ峠の足ガニオメイン55キロ。母の背中を知る暗状の時に母の届かなかったヒロインの座へ3番アームハウス476キロプラスに川田優が55キロ。今日は名を馳せた中間温泉、キレがソスパ発生する4番ルーキューワイユ450キロプラス6、池添圭一55キロ。日の距離でも快速飛ばし、走り上げを高らかに5番サンプリバーチェ476キロプラスに石橋周55キロ。潮につながる潮を削って、2歳勝負は最後から消え6番サンプリオブライ484キロプラスに1個連続55キロ。7番ゴールマリナは後ほど412キロマイナス4横山のキロ55キロ。アカンの足を見せたこの舞台で少々の悔しさを全く晴らす8番ファーミュール426キロ高原足横山武史55キロ。牝馬の年齢が放つ日本領や世代の勢力図をいざ言って9番エイマリーが440キロマイナス2岡田雄一55キロ。初の舞台の思いは